ホテルレトロワロワホテルレトロワロワは、スイス北西部の都市バーゼルを代表する最高級クラスのホテル、ライン川沿いの旧市街にある。ホテルの名前、レトロワロワは、フランス語で、三人の王様の意味で、イエスの誕生を祝いにやってきた、新約聖書に登場する東方の三博士に由来する。彼らの姿は、ホテルのシンボルとして、 ファサードに描かれているホテルの創業は1844年だが、前身となった宿は1681年にまで、遡り、スイスで最も長い歴史を誇るホテルの一つである。ナポレオン・ボナパルト、エリザベス2世、トーマス・マン、パブロ・ピカソなど、数多くの歴史上の著名人や芸術家が宿泊した記録が残っている。 1844年当時の建物を残しながら全面的な改修、拡張工事を終え、2006年にリニューアルオープン。様々なタイプの部屋101室を備える。歴史と伝統を感じさせる重厚な家具やインテリアの中に高速インターネットなど最新の設備を用意している。館内のレストラン、シュバルブラン・シュバルブランは、ミシュラン2つ星、コーミー18ポイントを獲得している。 ラインカワ側から、ありがとうございます。